近年、商業用ドローンや空飛ぶ車、AAM の開発が盛んに行われています。AAM が普及すると、人や物の移動に関して迅速性や利便性が向上し、今までにない新しいサービスを提供したり、各地域に固有の課題を解決したり、CO2 の排出量の削減にも効果があるとされています。現在開発が進んでいる AAM の機体のほぼすべてに、揚力や推進力を得るためのプロペラブレードが備わっています。AAM の需要は世界的に大きく伸びており、これに呼応し、プロペラブレードの需要も伸びています。トーレカーボンマジックは、自動車、レース部品の開発で培った CFRP コンポジット製品の開発技術力を生かし、今後、世界的に需要が見込まれる AAM 機体向けブレードの生産、開発支援体制構築を目指しています。AAM の開発においては、航空機と同様に型式認証の取得が必要とされており、これは AAM に使われるブレードについても同様です。型式認証を取得するためには、より良いブレードを開発することはもちろん、ブレードに対し多くの評価試験を実施する必要があり、タイムリーにかつ安全に試験を実施できる環境が重要です。本事業ではブレードのラボレベルの実証とともに、ブレードの開発にあたって必要な実機を想定した評価試験に向け、試験装置の開発、試験方法の確立のための実証試験を行いました。特に試験装置については、米原市内に直径約 2.5 メートルのブレードを水平に回転させることができる装置を設置し、その試験装置の性能を試験しました。ブレード開発に特化した設備としては日本初と、ローターブレード開発用の回転試験装置となると初めてじゃないかと思うんですけど、やっていなかった領域の話でもあるんで、手探りのところはあったんですけれども、その設備の本体の完成、それから実際に回転させて回ったという段階ですけれども、土台ができてるんで、加速するもんというふうにちょっと思ってます。